なんだか納得がいかないわね。何してるんだノワール。あ、ブラン。最近地球についていろんなことを勉強してたんだけど、また気になることがあったのよね。気になること？そう、地球ってたくさんの元素でできてるじゃない？それで調べてみたんだけど、どうやら、地球に存在する元素の中で最も多いものは鉄らしいのよね。まあそうだな。地球全体で見れば圧倒的に多いのは鉄で、その量は酸素よりも多く、地球の質量の約 35% が鉄でできていることが知られているな。やっぱりそうなんだ。それで、地球が鉄だらけなことがどうかしたのか。私たち人間って生きるためにいろんな栄養を摂取すると思うんだけど、栄養が足りないと、当然栄養不足になるわよね。まあそれはそうだな。それで疑問に思ったんだけど、人はどうして鉄分不足になってしまうのかしら。鉄分不足？そう、例えば私たちって、鉄分が足りないと貧血になったりするじゃない？貧血って言葉はよく聞くし、実際にたくさんの人が、鉄分不足による貧血に悩まされてるわよね。確かにそうだな。でも、こんなに鉄だらけの惑星にいて、鉄分不足に陥るってのもおかしいんじゃないかしら。これだけ地球上に鉄があれば、いくらでも鉄分なんて摂取できそうだと思うんだけど。なるほど、この地球にはいくらでも鉄があるのに、人々が鉄分不足に陥る理由がわからないってことか。その通りよ。面白い疑問だな。ただ先に言っておきたいんだが、地球の質量の 35% が鉄だ、とは言ったものの、鉄は重い元素であるため、実際にはその多くが地球の中心に沈んでおり、地表だけで言えば、鉄の割合はそこまで多くはないぜ。あ、そうなの。まあしかし、それでも地表の物質の約 5% は鉄であり、とても多いことには変わりないけどな。そうなんだ。じゃあ単純に、鉄が地球の内部に集まってるからってわけでもないのね。その通りだ。でも、だったらどうして人は鉄分不足とか貧血とかに陥ってしまうの？実はノワールのその疑問に答えるためには、人間や地上の生物を宇宙からの視点で見ていく必要があるんだ。宇宙からの視点、なんだか面白そうね。その話、私にもぜひ聞かせてくれないかしら。わかったぜ。ということで今回は、人類が鉄分不足に陥る本当の理由について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。ちなみにノワールは、そもそも人体に鉄分が必要な理由については知っているか？そう言われても、考えたこともなかったし全然わからないわね。鉄ってそんなに重要なものなの？もちろんだ。鉄の役割はたくさんあるんだが、有名なものに体内の細胞へと酸素を送り続ける役割がある。酸素を送る？そう、人間は肺から取り込んだ酸素を、血液の流れを利用して全身の細胞へと運んでいる。ただ、酸素は単純に血液に溶けて運ばれていくわけではなく、血液中の赤血球に含まれる、ヘモグロビンというタンパク質によって運ばれるんだ。へぇ、そうなんだ。また、ヘモグロビンは体内へと酸素を運び入れた後、今度は体内から出る不要な二酸化炭素を取り込んで、肺まで運び、外へと排出する役割も持っている。こうしてヘモグロビンが体内へ酸素を運び入れて、体外へ二酸化炭素を運び出すことで、人間は呼吸をしているわけだ。人間の呼吸にはこのヘモグロビンが重要なのね。でも、このヘモグロビンと鉄分不足がどう関係してくるの？実は、このヘモグロビンの構造の中心には鉄原子が含まれており、このヘモグロビンを作るのに鉄分が必要になるんだ。つまり鉄分不足に陥ると、作られるヘモグロビンの量が減ってしまうわけだな。なるほど、そんなに直接関係してるのね。そしてヘモグロビンの量が減ると、体内に運べる酸素の量も少なくなるため、体内の組織や臓器が酸欠状態になってしまう。これが貧血の原因となるわけだ。そんな仕組みで貧血って起こってたんだ。でもちょっと気になったんだけど、ヘモグロビンが足りなくなるから貧血を起こしちゃうのよね。だったら、ヘモグロビンなしで酸素を運ぶことはできないのかしら。例えば、血液にそのまま酸素を溶かして運んでしまえば、そもそも鉄分も必要なくなると思うんだけど。それは難しいだろうな。酸素も水には溶けるんだが、温度の高い血液には溶けにくいからな。温度によって溶けやすさが変わるの。ああ、例えば南国の海って言われると、透き通った綺麗な海を想像するだろ。そうね、暖かくて綺麗な海って感じがするわね。そう、南国の海は暖かいために酸素があまり存在せず、プランクトンなどの生物も大量に増えることができない。これによって、不純物の少ない透き通った海に見えるんだ。へえ、暖かい海には酸素が溶けにくいから、酸素が必要なプランクトンが少なくて綺麗に見えるってことね。海の見た目にも酸素の溶けにくさが関係してるんだ。まあ実際は、海の綺麗さには塩分濃度や珊瑚礁の有無なども関わってくるため、酸素の溶けやすさは一つの要因でしかないけどな。そうなんだ。また逆に、冷たい水にはある程度の酸素を溶かすこともできる。例えば、南極の冷たい海に生息する交流魚という魚は、ヘモグロビンを持たず、血液だけで酸素を運べることが知られている。冷たい血液ならある程度の酸素を運ぶこともできるんだ。面白いわね。その通りだ。まあそれでも血液に直接酸素を溶かすのは効率が悪いようで、血液量をとても多くしたり体の表面から直接酸素を取り込めるようにしたりと、様々な工夫をしているみたいだけどな。水に酸素を溶かすこと自体が簡単なことじゃないんだ。けどとりあえずは、私たち人間の温かい血液に酸素を直接溶かすのはほぼ不可能ってことなのね。まあそういうことだ。少し話が逸れてしまったが、
人間が体内へ酸素を運ぶためには、ヘモグロビンが必要不可欠ってことだな。そうみたいね。でも、そう考えると他にも疑問が出てくるわ。どうかしたのか。酸素を運ぶのにヘモグロビンが必要不可欠なのは分かったんだけど、そもそもヘモグロビンに鉄分が必要なのはどうしてなのかしら。鉄を使わずにヘモグロビンのようなものを作れれば貧血にはならないと思うんだけど。なるほど、面白い発想だな。だがそれも難しいぜ。ヘモグロビンのような機能を持たせるためには、鉄などの重たい金属元素が必要になるからな。そうなの？ああ、このあたりは難しい話になるため簡単に説明するぜ。ヘモグロビンは肺で酸素を取り込んで、体内へ酸素を放出する。そして体内で二酸化炭素を取り込んで、肺で二酸化炭素を放出する。つまりヘモグロビンは、酸素や二酸化炭素をくっつけたり離したりしなくてはならない。そういうことになるわね。だが実はこの性質は、鉄などの重たい金属原子を使わなくては実現できないんだ。もし鉄の代わりに他の軽い原子を使うと、酸素と強くくっついてしまって離さなかったり、そもそも全くくっつかなかったりしてしまう。しかし、鉄のような重たい金属原子には、たくさんの電子があり、複雑な電子の軌道を持っている。これにより、他の原子と弱くくっつくことが可能となり、酸素をくっつけたり離したりという動きができるんだ。へえ、よくわからないけど、酸素を運ぶことができるのは、ヘモグロビンに鉄が含まれているおかげなのね。まあそういうことだな。じゃあ鉄が人体に必要なのは、鉄の性質が酸素を運ぶのにうってつけだったからってこと？その通りだ。だが、人体に鉄が必要なのは、元をたどればさらに究極の理由がある。究極の理由？そうだ、さっき、酸素を全身へと運ぶためには、鉄のような重たくて複雑な電子軌道を持つ原子が必要だと言ったよな。だが実際には、鉄以外にもそういった原子は存在するんだ。そうなの？ノワールは周期表というものを知っているか。周期表って確か、元素の種類がたくさん載ってる一覧表みたいなやつよね。まあそんな感じだな。周期表は様々な元素の一覧表で、それぞれの元素が持つ物理的、化学的性質が似たものが、縦や横に並ぶように配列されている表だ。そんなルールで並べられてたのね。そして、特に鉄などの重たい金属元素の場合は、横に並ぶ近くの元素が、よく似た性質を持つことが知られている。よく似た性質ってことは、鉄みたいに酸素を運ぶ性質も持ってるってこと？その通りだ。まあヘモグロビンなどのタンパク質の形はそれぞれ変えて工夫しなければいけないが、そこに組み込む元素は、周期表で鉄の近くにあるコバルト、ニッケル、銅などでも代用可能だ。つまり、他の金属元素を使ってもヘモグロビンのようなものは作れるわけだ。そうだったんだ。ああ、実際に海に住む軟体動物や節足動物は、鉄を使ったヘモグロビンの代わりに、銅を使ったヘモシアニンという物質を利用していたりもするぜ。実際に他の元素を使ってる生物もいるんだ。でもそうだとしたら、どうして人間は鉄を組み込んだヘモグロビンを使っているのかしら。別に銅でもコバルトでもいいのよね。その理由はとても単純だ。それは、地球上に鉄が大量にあったからなんだ。鉄が多かったから。ああ、生物は進化の過程で、どんな物質を必要とするかを決めてきたわけなんだが、当然、ありふれた元素を重要な栄養素に選んだ方が効率がいい。その結果、多くの生物は地球上にとても多い鉄を使うように進化していったんだ。なるほど、近い特徴を持った元素の中では、鉄が最も多くて簡単に集めることができたのね。そういうことだ。あれ、だけどさっき、軟体動物は鉄の代わりに銅を使うって言ってなかったかしら。軟体動物はなんで鉄じゃなくて銅を使うの？まあその理由はいろいろとあるだろうが、地球上には銅もある程度はあるし、そもそも海水中では鉄よりも銅の方が多く存在している。そのため海の生物が銅を使うように進化していても何らおかしいことはないぜ。そうだったのね。確かに銅が多いのなら自然な結果ね。まあつまり人類は、地球上に鉄が大量にあったからこそ鉄を利用するように進化してきたわけだ。多いものを利用するって、よく考えたら当たり前の流れだったわね。でも今までいろいろ話してもらったけど、私が最初に聞いた地球には鉄がたくさんあるのに、なぜ人は鉄分不足に悩まされているのか、っていう疑問は、全く解決できてない気がするわ。確かにその通りだな。ここまで人体と鉄の関係について簡単に説明してきたが、そのノワールの疑問には答えられていない。しかもなんなら、地球上にたくさんあるからこそ生物は鉄を使うようになったのに、その鉄が集められずに私たちが鉄分不足に悩むというのもおかしな話だよな。そう言われるとそうね。話を聞いてますますわからなくなってきたわ。じゃあここからはようやく、人体と鉄分不足との謎に迫っていこうと思うぜ。よろしくお願いするわ。早速だがまず言っておきたいのが、人は鉄分を集めることができずに、鉄分不足に陥ってしまうわけではないことがわかっている。え、どういうことなの？例えば、人は1日に平均 10mg ほどの鉄分を摂取するんだが、このうち体内へ吸収されるのはわずか 1mg 程度で、残りの 9mg はそのまま体を素通りして排出されてしまう。つまり、人体には摂取した鉄分のたったの 10% しか吸収されないんだ。そんなに少ないの？ああ、これは栄養が足りているから鉄分の吸収率が低いわけではなく、仮に鉄分が足りずに貧血に陥ったとしても、摂取した鉄分の大部分は吸収されないぜ。そうなのね。でも、こんなに重要な鉄分が全然吸収されないなんて変な話ね。
その通りだ。特に女性は、生理、妊娠、授乳と鉄分が多く必要なタイミングが多いため、鉄分不足による貧血に陥りやすいんだが、そもそももっと鉄分の吸収率が高ければ、こんなことにはならないはずだ。つまり、鉄分の吸収率がここまで低いのは明らかにおかしいわけだ。確かにそうね。じゃあここでノワールに聞いてみたいんだが、どうして鉄の吸収率はこんなに低いんだと思う？そうね。でも重要な鉄があまり吸収されないってことは、何か人体が鉄を吸収しにくいようなしょうがない理由でもあるんじゃないの？本当はたくさん吸収したいけど、一度に少ししか鉄を取り込めないとか。なるほど、体の構造上鉄分が吸収しにくいのはしょうがないってことか。いい考え方だな。しかし、実際にはそうではないことがわかっているんだ。例えば、腸の粘膜の構造上、鉄分の吸収率を高めることは簡単だし、鉄に吸収しにくい特別な理由があるわけではない。しかも逆に、2000年には体内にヘプシジンというホルモンが発見されており、このヘプシジンが腸に作用し、わざわざ鉄の吸収を抑制していることもわかっている。つまり、人類は鉄分を集めることができずに貧血に陥っているわけではなく、わざわざ鉄分の吸収を抑制して、自ら鉄分不足ギリギリの状態を保っているんだ。大事な鉄分の吸収をわざわざ抑制しているの？一体何のためにそんなことをするのかしら？じゃあここからは、なぜ人体がわざわざ鉄の吸収を抑制するのか、その秘密に迫っていくぜ。わかったわ。まずはこの秘密を解くための、いくつかのエピソードを紹介しよう。これは19世紀のヨーロッパでの話だ。当時、肺結核と呼ばれる感染症にかかる人が多く、たくさんの人がこの肺結核に悩まされていた。肺結核って聞いたことのある病気ね。また、肺結核を長く患っている患者は体内の鉄分が不足していき、貧血になってしまうことも知られていた。この貧血の原因について当時は、結核の悪影響で鉄分の吸収率が悪くなり、結果として貧血に陥ってしまうのだろう、と考えられていた。まあ病気になって他に悪い症状が出たら、その病気のせいだと考えるのは当たり前のことよね。そうだな。だからこの貧血を解消するために、こういった患者に対しては鉄剤が投与されていた。鉄剤？まあ鉄分のサプリみたいなものだと思ってくれ。へえ、直接鉄を取らせて貧血を解消させてたのね。しかしそんな時、フランスの内科医アルマン・トルソーがあることに気づく。それは、肺結核の患者に鉄剤を投与すると、症状が悪化するということだった。どういうことなの？トルソーが肺結核の患者に鉄剤を投与すると、確かにその患者の貧血は治ったんだが、それと引き換えに、肺結核を悪化させている人の割合が多いことに気づいたんだ。貧血を治したせいで肺結核が悪化したってこと？そういうことだ。このことは1世紀ほど後になって正しいことが認められ、1970年代になると、病気によって体内の鉄分が減るときには、多くの場合は鉄分を取るべきではないことも分かった。貧血を治すべきではないなんてよくわからないわね。どうしてそうなるのかしら？まあとりあえずこの理由は置いておいて、もう一つの例を紹介するぜ。わかったわ。アフリカに住むマサイ族は、牛の遊牧で暮らす遊牧民で、牛乳やヨーグルトなどの乳製品だけを食べて生活している。しかし、牛乳にはわずかな鉄分しか含まれていないため、マサイ族の多くは常に軽い貧血を持っていることでも知られていた。ずっと貧血なんて大変そうね。そこで今から約40年前、マサイ族を健康にしようと鉄剤の配布が行われたんだが、その結果はとても悲惨なものだった。悲惨？一体何があったの？鉄剤が投与されると、確かにマサイ族の貧血はすぐに解消したんだが、その代わりに 88% もの人が、アメーバ赤痢という病気に感染してしまった。普段のマサイ族ではアメーバ赤痢に感染する人が 10% にも満たないことを考えれば、鉄剤の摂取がアメーバ赤痢を引き起こしたことは明白だった。今度は普通の貧血を治しただけなのに、病気にかかっちゃったのね。ますます不思議な結果ね。また、このような例はマサイ族以外でも起こっている。同じくアフリカのソマリ族に、貧血対策の鉄剤を投与した結果、それまで 8% だった感染症の割合は、38% まで増加してしまったし、ニュージーランドのマオリ族の栄養不足だった幼児たちに、鉄剤を投与した結果、深刻な感染症の割合が7倍まで増加してしまった。このように、発展途上国の貧血の住民たちに鉄剤を配布したことで、深刻な感染症を引き起こしてしまった例は多く存在するんだ。同じようなことがたくさん起きてるのね。でも、いろんな国で貧血の人に鉄分を投与して、病気になったり症状が悪化したりするのはなぜなのかしら。実は、この謎を解くのは病原菌だ。病原菌？そうだ。鉄が豊富なこの地球で、人間は鉄を使うように進化してきた、という話はすでにしたが、病原菌だって同じように、豊富な鉄を利用するように進化してきた。つまり病原菌も、生きていくためには少なからず鉄分を必要とするわけだ。そうなのね。そして病原菌が人に感染するとき、もちろんその病原菌は人の体内へと侵入してくる。ここで、侵入した病原菌の立場になってほしい。侵入した人間の体内に鉄分が豊富に存在している場合と、鉄分が周りにあまりない場合、どちらが病原菌にとって都合が悪
いと思う。ん？病原菌も鉄分を必要とするんだったら、周りに鉄分がたくさんあった方がいいんじゃないかしら。その通り、体内に侵入してしまえば病原菌の周りは全て人体だ。そのため、病原菌が生き延びて増殖するためには、この人体内からどうにか鉄分を集めなければいけなくなる。つまり、鉄分豊富な人体では病原菌は生き延びて増えやすいし、常に貧血気味の鉄分不足の人体では、病原菌は逆に生き延びにくい。そのため人間からすると、常に鉄分を過剰に取りすぎないようにして、必要最小限のギリギリの量に留めておいた方がいいはずだ。つまり、普段から鉄分を吸収しすぎないことは、侵入してくる病原菌に餌を与えないという防御策の一つだったわけだ。なるほど、体内に鉄分が少なければ、侵入してくる病原菌も生き延びられないのね。そういうことだ。また人体には、病原菌に実際に感染してしまった時は、通常よりもさらに鉄分の吸収率を低下させて、より体内の鉄分を減らして、病原菌に鉄分を渡さないようにする機能もあるぜ。へえ、そんなこともできるんだ。じゃあこれを踏まえて、これまでに紹介した例を振り返ってみようか。肺結核にかかった患者は、鉄分が不足して貧血を患うようになっていて、この貧血を治そうと鉄剤を投与すると、肺結核が悪化することが知られていた。まず、肺結核患者が貧血を患うようになったのは、体内の鉄分を肺結核の菌に渡さないようにするために、体内への鉄分の吸収率をあえて下げることで起こった現象だ。鉄分を体内から追い出して、自ら貧血状態を引き起こすことで、菌の生存や増殖を抑えていたわけね。そうだ。また、この患者に鉄分を投与することは、細菌に餌を与えていることと同じであるため、鉄剤の投与は当然、病気の悪化を引き起こす原因となる。あえて鉄分を取ってないのに、無理に取らされたら逆効果だもんね。その通りだ。こうして、鉄剤の投与は肺結核の症状を大きく悪化させたわけだ。大体はわかったわ。けど、他にも出してくれた例があったわよね。例えば、アフリカのマサイ族は栄養不足の貧血状態で、そのマサイ族に鉄剤を投与したら、感染症にかかる人が増えたのよね。これは一体どうしてなのかしら。マサイ族は肺結核とかの病気に元からかかっていたわけじゃないでしょ。それは衛生状態が原因だな。衛生状態？ああ、発展途上国の住民には、衛生状態が良くない部族も多い。例えば、マサイ族は家を作るとき、牛の糞と草を練り合わせてボーマと呼ばれる小屋を建てる。この牛の糞にはセキリアメーバという菌が多く存在するため、マサイ族はセキリアメーバに囲まれて生きていると言っても過言ではない状態だ。しかし、このような状態でも生きていけるのは、彼らが常に、鉄分不足による軽い貧血を保ち続けているからなんだ。マサイ族は牛乳やヨーグルトを主に食べているため、鉄分摂取量がもともと少ない。そのためセキリアメーバが体内に侵入してきても、鉄分があまりなく、アメーバの増殖や生存を食い止められる。つまり、この貧血状態がセキリアメーバの感染予防となっていたわけだ。なるほど、鉄分不足は感染症の悪化を止めるだけじゃなくて、感染症の感染予防にも役立っていたのね。そういうことだな。じゃあ鉄剤を投与したマサイ族がアメーバに感染してしまったのも、鉄分不足っていう感染予防がなくなっちゃったからなのね。ああ、また他の発展途上国の地域でも同じように、鉄分不足の食生活が自分の身を細菌から守っていることがわかっている。そうだったんだ。ということでこれまでの話をまとめようか。この鉄分豊富な地球では、ほとんどの生物が鉄分を必要とするように進化してきた。それは病原菌も例外ではなく、私たちはそんな病原菌に対抗するために、あえて体内への鉄分の吸収率を低下させて、病原菌の感染を防ぐ仕組みを発達させた。ただこの仕組みのせいで、私たちの体は常に鉄分不足ギリギリに保たれるようになり、人類はよく貧血になるようになってしまった。これが、鉄だらけのこの星で私たちが鉄分不足に悩まされる理由なわけだ。いろんな生物が鉄を使うから、わざと体内の鉄を減らすなんて面白いわね。そうだろう。また、地球に鉄が多かったから地球の生物は鉄を使っているが、鉄と似た性質の、コバルト、ニッケル、銅などでも代用はできそうに思える。そのため、もしこの地球がコバルトだらけだったら、病原菌も人類もコバルトを必要とするように進化し、私たちはコバルトの吸収率をわざと低下させ、コバルト不足に悩まされていたかもしれないし、もしこの地球が銅だらけだったら、私たちは銅不足に悩まされていたのかもしれない。つまり、鉄だらけのこの星で私たちが鉄分不足に悩まされる理由は、この星が鉄だらけの星だったからとも言える。面白い答えが出てきたわね。私たちが鉄分不足に悩まされるのは、地球に鉄がありすぎたからってことなのね。そういうことだな。とまあ今回の解説はこんなところかな。人間の貧血にも戦略があるなんて面白かったわ。そうだろう。ちなみに、勘違いがないように一応言っておきたいんだが、もちろん貧血は全ていいもので、改善する必要がないということではない。単純に鉄分摂取が足りないことによる貧血もあれば、感染症から身を守るために、体内から鉄分を締め出したことによる貧血もある。感染症で貧血になっていれば特に問題はないが、鉄分摂取が足りなければたくさん鉄分を取った方が
方がいいだろう。あくまで正常な貧血もあるってことなのね。そういうことだ。それに今で発酵性物質もあるため、先進国の人々がわざわざ自分の体を鉄分不足にする必要はないし、そもそも先進国の衛生的な環境でそのあたりを過度に心配する必要もないだろう。まあその通りね。今回の話も面白かったわ。ありがとうブラン。どういたしましてだぜ。ということで今回はこんなところで終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。